小杉武は中華人民共和国の軍人。当初国民軍、国民革命軍を経て、皇軍、八祖寺軍、中国人民解放軍に属した。中国湖南省園領出身。元チベット自治区当初期。湖南省立第三師範学校卒業。1924年、国民軍の湖安公園建国軍管学校に入学。卒業後は、 国民党湖北警備軍で参謀、ハ長、連長、副営長などを歴任した。1930年春、河南藩召州部幹部学校大隊長。同年4月、中国共産党に入党。兵士の運用活動に従事し、翌年、幹部教育団大隊長。中原大戦後の1931年冬、国民革命軍を離脱し、 中共中央軍事部の紹介で、中央革命根拠地に到着。1932年、随近中央軍事政治学校第3隊隊長。同年6月、軍事団団長。1933年2月、公軍学校政治 AA 長。同年夏、軍医直轄第3師師長。1934年、紅れな第軍団第14師師長兼、郝正吉司令員。 同年夏、中央革命軍医、第五局副局長。7月に、解消共同団団長。9月に共同市長を、歴任。第四次、第五次反囲い捜索戦、調整に参加。1934年12月、軍医、第二野戦重大三謀長。1935年7月、軍医、第二課課長。同年9月、第三重大三謀長。 同年11月、紅れない第一方面軍、第二課課長。統制及び政製に参加。1938年12月、八祖寺軍、三島渋滞指揮。1942年、戦艦寧進水連合軍参謀長。1945年、進水野戦軍参謀長。1946年、進水軍区参謀長。 1947年7月、戦艦内進む水連邦軍参謀長。1949年2月、西北軍区参謀長。1950年2月、第二野戦軍西南軍区参謀長。1950年5月、中国人民解放軍人民武装部長。1951年7月、チベット軍事。 民事行政関係弁務官として任命されヤクンに到着し、ダライラマにラサへの帰還を要請。ガリュー事件に連座して、新城監獄で拷問を受け衰弱、北京永塾経営第二子病院に運ばれるも、同日の1971年10月27日、病死。ありがとうございます。